い、どうもピオキングです。今日はですね、トロールコースやっていきますか。で、このトロールコースハートマークっていうのかな、いいねとかすごくあるんですけど、もしかしたらね、見たことあるかもしれないんですよ。ちょっと僕はね、初見ですけど、クリア率めっちゃ低かったよね。 0.6% 台って言ったら、今日の動画は長いかもしんないね。ちょっと待って、これ初見殺し、なんだこの初見殺し新しいなこれ。あ、いや、こっちが正解的な、全然違う。じゃあこれ速攻右走っていけ的な感じだね。ちょやばい、このクリア率はあれだね、うん、これはなかなかだよ。このクリア率なだけあってね、多分相当罠が多いと思うんですよ。ほらね、もうやめてって。もうやっぱクリア率が低いっていうことはさ、やっぱ罠がそんだけめっちゃあるっていうことだ。ね、上等じゃねえか、カナダ人よ、絶対負けません。日本人のね、すごいところっていうところをね、見せてやりましょう。日本人は努力家なんですよ。じゃあここはジャンプ右で、これ走っていく、ほっ、オッケー。でかキノコ絶対いるやつじゃん。あれカナダ人やるね、多分キューバに住んでるよ。なんだそれ。じゃあここでかキノコ出てきたね、早く出てきておくれ。やられちゃうよ僕つららに。来ました、ここででかキノコゲット。そしてここもブロックを壊す。あ、これ降りれないのか。一回でかキノコ状態じゃなくて、多分チビだね、多分チビになっておかなくちゃ次に進めないと思います。いやー待ってここキノコのまんまだね。で先に進みます。これは一番先に追っておこう、多分こっちで合ってる。そして左、うわ下怪しくね、下なんか行けそうなんだよな。ちょっとこっち行ってみるね。あ、入れん、え、下じゃないじゃん。うわ、やっぱ先に下行けばよかったね。この音楽って何だったっけ、ギャラクシーだったっけ。ギャラクシーってさ、もう相当面白いよね。あ、めっちゃ好きでさ、僕多分スーパーマリオシリーズの中でね、一番好きかもしんないっていうぐらい好きなんですよ。ちょ危ねえ危ねえってじゃあこのまんま針当たって、さっきのブラパンとこは早めに行っておこうか、こういう風に。そしてこれ右にダッシュしたまんまで OK。 あー今当たると思ったけど大丈夫だったね。でこれはメットをかぶっていいのか、かぶったらダメっぽいね。でこのまま左にダッシュしていこう。あ、いや、ん、じゃあこれは蹴って、さっさ行こう、さっさ、多分これでいける。あのファイヤーボールというね、あの餌に騙されました。これは何もしない、何もしないが正解。ほらこれ合ってたんじゃないんですかね。うわ、なんかおる、なんか来た、なんか来たそれじゃあここはちょ、いや待って、違うんだって。いや、この辺でなんかどうにかなって、どうにかなってマジで下行ったらファイヤー来るからね。ちょっと B 押したらまずいって。じゃあこれ上行っていいのかな、上行ってみますよ。こっち行ったらダメなんじゃねえか。あ、なるほどね、そこから行けるのか。じゃあここはね、ジャンプして上に登っておこう。でここで待っておく、ここで待っておかないと多分やられる。 OK。 そして右、そろそろ中間ポイント欲しい気持ちが満々マジで欲しいね。これはドアしかないからね、ドア行きますね。あ、中間ポイントゲット、来た、優しい、普通に取らせてくれたね。今気づいたんですけど、ピンクコインがあと何個、5個、5個あるね。これそれぞれのあの場所にあのピンクコインが1つずつあると思うんですけどね。じゃあこれは走っていきます、こっちだねきっと。ジャンプ、嘘、ノーって書いてる引っかかった上にさらに引っかかった感じ、これ。じゃあこれ何もしない方がいいのかな、このまんま何もしないでおきます。で下、オッケー、多分これで正解的な。お、来た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 、これはどうなんだろう、左の叩きます。あ、これは多分取っておいた方がいいね。あ、待って、フラワーはいるんじゃない、ちょフラワー、フラワー、ちょっとここら辺で取っちょ来た、いや引っかかってびっくりしましたけど、いや当たっていいのか、当たってここでオンオフで、多分こうしておいてこう、そして1個来るでしょう、ここ、これが正解。でもフラワーじゃなかったね、
大丈夫かな。これは踏んで履けるのかな。オッケー、履いてジャンプ R 来た。でここもまた踏めるでしょ。いや大丈夫大丈夫、うわそれはひどい。じゃあここは靴踏んでそのまんまの勢いで右に行こう。多分これでいいと思うんですよね。そしてもうこういうのやめてくれって。どうすりゃいいんだろう。なんですかこれ。あ、乗れる。うわ乗れるけどこれ真ん中絶対やべえやつだ。行ってみるけど。じゃあ右に乗って次左に乗るね。はい、オッケー。多分これでピンクコインがゲットできると思うんですよね。いや来た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 。そして中間ポイントか。であと3つね。まあ、こんな感じで多分全部集めればいいと思うんですけど。じゃあ次は左のドア入ります。これはまあ一回オンオフしてみよっか。オンオフして、あ、きっちょっ振ってきすぎだろそれ。オンオフして左に逃げればいいのか。ちょっと待ってね。あ、これはうわあぶね。よく避けました。なんかあると思う。いやお前に当たんのか。それじゃあここオンオフして左に逃げるね。左に逃げて多分ここで振ってくるんじゃない。来ましたね。でここは左にまっすぐ行って、あれブブー言われたね。いやこれはもう上に行くしかないな。上に行きます。そしてカロン取ります。オッケーいやまあこんなと思ったけど。じゃあこれは右上行ってみますね。なんか変わって、オッケー来た。そしてこれは左か右か、右行ってみよっか。多分大丈夫、足場があるからね。でここでアイテム待って、どうにかなんない。ちょもう来ないで来ないでやっぱ来てでここは左だね。こっちに行ってからのファイヤーは取らない。なんか足場がありそう。ここ多分火出る。オッケー、もう慣れ慣れでなんでてだよもう慣れ慣れなんだよこっちは。ドロールド、いやちょ、ここでキノコが降ってくるのは分かりました。はい、で下、オッケー。でここでオープンブロックは叩かない、叩かないで、こうこう、オッケー。なんだろうこれ、めっちゃ気になるね。いや、なんもないのなんかあれよなんか罠に引っ掛けさせてくれよ。え、オートルーム、ホールド、ジャンプ、なんもしないでいいってこと。え、それすごくない。じゃあ僕なんもしません。今携帯、あ、携帯じゃねえ、コントローラー置いてます。ダメじゃねえか。あのジャンプだけしてあとは触んなみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。ほっ、オッケー。多分ジャンプボタンをあの押しっぱなしでしておけみたいな、そんな感じだと思うんですよね。なんで僕今ね A ボタンだけずっと押してるんですけど、これはほらほらほら、すげえ。でキノコ取ってからの、なんだこのコースさっきはさ風が邪魔くせえとか言ってなんか申し訳ないんですけど、まあこの風によってなんか綺麗に取れるみたいな、まあそんな感じだよね。あの赤コインがコースが綺麗に進めるみたいな、そんな感じだと思うんですけど。さてこっからだよね。こっからどうやって行くんだろう。またさっきのなんかホールドタイムのところに戻ると思うんですけどね。あ、ここでここで来るんですかツタが。え、で右、ちょっと待って、右行かして、で赤コインゲット、赤コインゲットやん。わ、すごかったね今のコースは。まあ、絶対わかるわけないって話なんですけどね。じゃあここ右上の赤い土管行きます。マリオ土管だね。これは左、オッケー。でこれ叩きます。どうしよう、取っていいのかな。まあ一応取っておくか。取っておいて、これはバネ、ちょっとバネの使い道わかんないね。ここでなんだこれはこれ多分あれか、バネを落とさないけんみたいな、そんな感じかな。だから一旦ここはキノコを取って下のちくわブロック乗ってこれ壊す、壊してからの下に出す、そして鉄球を出してこっちに避ける。これで多分ねいけると思うんですよ。オッケー来た。そしてさっきと似たような感じだね。もう一回同じかな。これは
あ、待って、キノコ、キノコ、いや、かぶってるけど、キノコ。またさっきと同じ感じでしょ、これ。あ、いや、違う。それじゃあ、ここは一旦キノコを取って、このまま行きますか。いや、こいつより多分早く行かな、まずい気がする。いや、大丈夫だった。これは、うわ、待って、大丈夫、来ないで、金魚。で、上。そして、このまま一回行ってみる。変わんないかな、オンオフ。あ、変わんないね。変わんないで、ここで叩きます。うわ、オッケー、オッケー。引っかからんかったね。めっちゃビビったけど。あれ、なんか、今日優しくない？今日っていうか、今回優しい。うわ、あれいるくせ。うわ、あれいるくせ。大丈夫？うわぁ、やばい。そこで出てくんの。じゃあここをドア入るじゃん。このドア入って、多分下の土管に入るんじゃない。多分これでいい。あの、ジャンプしたらね、あれやられるんですよ。これは、あ、なんて書いてる、これ。上、ちょっとわかんないんで、先行きます。マジでわからんかったね。で、ここは、うわ、なんか、ありそう。ありそうで何もないんだよな。まあ、いや、土管しかないんでね、土管入るけど。あ、ここで、4つ目のピンクコインが取れましたね。あと1つか。あと1つは、右下だったっけ？多分右下？多分こっちでいいよね。ここが最後です。いやー、多分大丈夫。普通にクリアできるよ。今回は。何事もなく、これは右に蹴っていきます。蹴って追いかけよう。もう終わったね、きっと。絶対ダメだこれ。蹴るんじゃなくて、かぶればよかったのかな。次かぶるね。かぶります。オッケー。そしてここは金魚でしょ。金魚はまあ無視しとっていいんですよ。で、当たってからの右。あ、こっちが正解っぽいね。そしてこれは音符に乗ったら罠だと思うんで、ジャンプ。そしてこれはジャンプで、キノコ取る。ちょっ、なに。なんだと。そういうことか。これキノコでこう一回当たって、上にキノコ、キノコじゃねえや、このツタ出さないけんのね。それじゃあキノコ状態なんで、一回当たって上にツタ出します。あのね、このコースマジで、あの、ツタとかジャンプしない方がいいね。結構隠しブロック要素がね、意外とあるんですよ。まあカットしてる部分もあるんですけど、結構あって、でこのまま右。うわ、これはこう足場ないね。足場ないから、上のパワーブロック叩いていいはず。ほら、足場ないんで。はい！うわぁ！金魚、またお前か！で、この風マジでね、結構操作取られてね、あの、やられるんですよね。うわ、また金魚！金魚多くねえか！これは、え、どうすればいいの？これ右にジャンプするみたいな。え？これはわかんないね。あ、なんか右下ヒント書いてる。ハテナ、甲羅があって、上リンク。とりあえずリンクを手に入れてこなきゃいけない的な。あ、これじゃん、多分これ。またお前か。それじゃあ左上のね、あのブロックがリンクっぽいんで、このメットをね、かぶって左に行こっか。はい、オッケー。で、左、ここで、ここ、来た。これでしょ。このリンクを取っていけばいい的な感じじゃないの。ちょっと待って。オッケー、危ねえ。取れ、ちょっと。いや、こうしておけばブロックは壊れるでしょう。リンクをなめんなよ。ちょどうせいけねえか。ここは多分当たっていいんでね、右に行こっか。で、これどうやって上に行くんだろう。あ、上の行き方わからんくない。うわ、どうすればいいんだろう。待って、ここでリンク出すでしょ。あ、わかった。ちょっと待って、あのリンクを右に連れて行けみたいな、多分そんな感じじゃないんですかね。いや、ごめん、ミスった。多分さっきの行き止まりのところまで、あの羽リンク、なんだ羽リンクって。まあ、あのアイテムをね、右側に移動しなきゃいけない的な感じだと思うんですよね。なんで一旦このまま右に連れて行きますか。オッケー。で、ここで一旦キノコ取るでしょ。キノコ取ってからの、ちょっと待ってね。うわ、待って、リンク取ったらダメで、上で、いいと思うんだけどね。よし、抜けたね。で、ここでパウ叩いて、いや、待って、リンク逃げちゃう、リンク逃げちゃう、リンク逃げちゃう。おりゃー。やったぜ。待って、こっからどうすればいいんだ。なあ、
誰か教えてくれ。こっからどうすればいいんだ。これ合ってんじゃないの。え、違うのこれ。絶対ここら辺まで合ってると思うんですよ。あ、取っちゃったけど、取っちゃったけど、ここら辺では合ってると思うんですよね。え、どうすりゃいいのじゃあ。あ、ちょっと待って、え、なんか右つたてできてない。え、なんで、ま、待って待って、ほんとわかんない。これはもうわかんないんです。先行きます。なんで出てきたんだろうね。じゃあここは上、あってこれ当たらないけんのじゃない。一回ボム兵を使って当たる、そしてキノコになって左上に行くんじゃない。これでしょ、これが正解でしょ。え、来たんじゃない。来た、ゴールが見えましたね。次はラストはどんな感じなんでしょう。まあ、ここまで来たらね、もうゴール目の前だと思うんですよ。さあ、5つ目の鍵をゲットしてオープン。もういろいろとツッコミどころ満載だけど、違うとこいっぱいあるけど、あ、なんかやばい気がするこれ。何ですかこれ。ちょっと待って、読んで上から。待って、ゴールさせろよ。エラーアウトオブメタ、なんだ意味わかんないって。誰か教えてくれこれ。ちょっとググるわ。あ、やられていいんだ。待って、右行けた、右行けた、なんか上も行けた。うわ、危ね。ナイス反射神経来ましたね。で、ここはこれは蹴る、オッケー。あ、待って、え、下ゴール見えたよね。これゴールなんじゃないんですかね。ちょっと、ありがてー、ありがてー。ちょ、引っかかれよ。今の引っかかった方が美味しいじゃんか。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。